幕内朝の山高佐砂が25日、千葉県木更津市で行われた巡業の稽古で右膝を負傷した。身の海との申し合いで痛めたといい、病院で MRI 検査の結果、右膝内側側副じ帯損傷のため全治3週間と診断された。28日までの春巡業は休場する。三役復帰が濃厚な夏場所まで2週間余りのタイミングで痛いアクシデント。 膝のの怪我は初めてなでで嫌ですね相撲を取っている時は気にならなかったが痛みが出てきた場所まで時間はないので治療するしかないと顔を曇らせた。